こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はワイヤーではないんですけれども、私が普段使っている便利なものをご紹介したいと思います。はい、皆さんは外出先でマスクを外した時にどのように置いてますか？私はですね、こちらの紙にこのようにね、マスクを2つ折りにしてこう挟んで、ね、カバンの中に入れたりしています。ではこちらのね、紙何かと言いますと、お茶会の時なんかでもね、使われるこちらのね、懐紙になります。こちらの懐紙なんですけれども、女性用と男性用とありまして、大きさが異なります。男性用の方が少し大きめですので、もしあのマスクをね、入れるために購入されるのであれば、男性用の大きめサイズの方がおすすめです。あとですね、こういった可愛い柄のものなんかもあります。こんな感じのね、長方形の和紙になっています。作り方なんですけれども、本当に簡単です。はい、2つに折ってね、2つに折って、ここの角のところをホチキスで1箇所留めるだけです。ちょうどね、こんな感じで筒状になりますので、ここにね、2つに折ったマスクをね、挟むだけです。そうするとね、あのバッグに入れたり、ちょっと置いておいてもね、このようにしてね、あの持ち運んで付け外しをするととっても便利ですので、よかったらご活用ください。